ですが、曲調が変わって導入しましたのは、それぞれの制服です。
めに異なります。ちなみに女性にはスカートも支給されています。続いて中央にやってきたのは現在の制服です。スコン色という紫と黒の文字と移動しています。制服の白は先ほどの入式と同様ですが、帽子はレインボーとブレインボーの2種類があります。大きく変わったのは移動するために女性の首元がネクタイからクロスタイルへと変わったことです。以上、制服のご紹介でした。Thank you.
60年の歩みを音楽隊の演奏とともにお届けいたしました。昭和から平成、令和へと激動の時代だったのだなぁと改めて感じましたね。はい、本当にそう感じましたね。私たちが生まれるよりずっと前から第十七段の先輩方が国のため、地域の方々のために尽くす姿や、そのために訓練に励む姿、また地域の皆様と共に歩んでいる騎士が第十七段の編成完結の時の映像を皮切りに始まったところに私は鳥肌が立ちました。そうですね、はい、地域の皆様に受け入れていただき国難にも共に立ち向かい歩んできた第十七段なんだということを感じるひとときでしたね。はい、おや、何やら舞台上が騒がしいですね。本当ですね。はい、太鼓を並べたり式台を出したり、式台を出しているといえば平川市長。はい、私たちまだ大切な存在を紹介していませんでしたよ。そうでした、はい、皆様こちらで作業している隊員たちにご注目ください。彼らは第35普通科連隊で勤務しています。演技支援隊です。今音楽祭りを陰で支えてくれている彼らに大きな拍手をお願いいたします。この曲は北海道登別市に駐屯する第13施設群の陸上自衛隊幌別駐屯地現職隊員で編成される北海自衛隊歌のために書かれたもので、2001年12月に初演されました。大きな太鼓を鳴らせる屈強な体が勇ましい掛け声、チームごとの衣装や動きの揃った演奏演舞など、人を引きつける太鼓隊の魅力は先ほどの単独ステージで皆様に存分にお伝えできたかとは思いますが、音楽隊とのコラボレーションでさらなる魅力を開花させる迫力ある和太鼓の演奏をお聴きいただきたいと思います。それでは大事音楽隊と太鼓隊による演奏で上がり火どうぞ。Thank you.
というか、この体に音の圧みたいなものが来て、すごい迫力を感じることができました。これは太鼓隊が人気なのも分かりますね。はい、普段は違う世界で音楽をしている太鼓隊と音楽隊ですから、音を合わせるというのも簡単なものではありません。しかし息を合わせて演奏する様は、音楽は垣根を越えていく、まさにその体現なんだなと感じましたね。はい、確かにそう感じましたね。はい、ところで私たち最初のオープニング以来、音楽隊のコラボ演奏以外で見かけてないですよね。あ、気づきましたか。気づきましたよ。はい、次はいよいよ辰本市長お待ちかね、大衆音楽隊の演奏をお届けいたしますよ。ついにですね。はい、曲は1986年に発売以来 RPG ゲームの世界を席巻し続けているゲーム、通称ドラクエをテーマにしたドラゴンクエストによるコンサートセレクションをお届けいたします。あ、ドラクエですか。はい、やったことない私でも音楽は知っていますよ。テレビでも流れてきますよね。そうなんです。コマーシャルで見たことがある方はご存知かもしれません。もともとはオーケストラで演奏されるこの曲を、吹奏楽会における代表的な作編曲家である真島俊夫氏により、吹奏楽版へと仕上げられた名曲の数々、序曲、遥かなる旅路、荒野を行く、果てしなき世界、勇者の挑戦、そして伝説へをメドレーでお楽しみいただきましょう。それでは皆さん、ドラクエの世界へいってらっしゃい。Thank you.
I'm not afraid to die.
また。